皆さんこんにちは、吉田達也です。はい、では本日のアレンジはこちらです。三つ編みを3本使ったアレンジですので、皆さんできると思います。ぜひやってみてください。では早速アレンジしていきたいと思います。はい、ではアレンジしていきたいと思います。まず、ハーフアップのブロッキングで取っていただいて、手ぐしで整えます。もう今日はシンプルにいきたいと思います。で、こちらを三つ編みにしたいと思います。まあ、理由がちょっとサイドをしっかりと締めるためでやるんですけど、こちらを2、3回程度で大丈夫です。毛先まで三つ編みはしません。で、こちらを結んでいただいて、ちょっと強めでお願いします。はい、強めに結んでいただくと、このように三つ編みちょっとだけしてゴムで結んでいる状態です。で、こちらを、ま、もうまとめたいので、はい、ここから、三つ編みにしたいんですけど、この両端をさらにちょっと三つ編みで締めたいと思います。しっかりと、まあ、三つ編みちょっと強めにしていただいて、ゴムで結んじゃいます。このゴムは、後ほど外しますので軽くで大丈夫です。こちらも同様に三つ編みを作っちゃいます。まあ、両方三つ編みしますので、こうやって寄せて前の方で三つ編みしていただければ、できるんじゃないかなと思います。で、三つ編みをここまでしたら、はい、この3つでちょっと三つ編みをしたいと思います。はい、ちょっと下目にはなるんですけど、これで、三つ編みをしていただいて、で、毛先のゴムを両方外しちゃいます。外して、しっかりと最後まで三つ編みしてください。そうすると三つ編み2本と普通に、何もしない状態の、三つ編みが完成します。これでほぐすと、いつもよりイレギュラーな動きになると思います。では ほぐしていきますね。で、しっかりとほぐしていただいたら、はい、この状態でも全然大丈夫なんですけど、最後に根元にお団子を作っていきたいと思います。で、しっかりとピンで留めてください。はい、今回のまとめ紙は、しっかりと締まりが合う状態にしたかったので、ちょっと三つ編みを多めに使いました。はい、で、こちらをあとほぐすだけです。で、結ぶところはしっかりと結んでいただいて、ほぐすときは、しっかりとほぐしていただくっていうメリハリをちょっとつけていただくと、きれいに、崩したりとか三つ編みしたりとかできると思います。で、あとはできればいろんなところをほぐしていただければアンバランスなアレンジが作れると思いますので、ちょっといろいろ手探りですがほぐしてみてください。はい、このような感じでふわっとしましたね。だいぶ、で、足りないところをしっかりとほぐしていただくと、
こういうふうにふわっとするスタイルの完成です。はい、今回は三つ編みを、3本ですね、使ってやったアレンジです。こんな感じです。まあ、これだけでもふわっとしますので、ぜひね、一度チャレンジしてみてください。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。